東京アデオス監督の大塚です。前回の動画で日本映画の4大監督に木下圭介監督を加えた5人、この5人の監督作品の中に学ぶべき映画のテクニックの全てがあると言いました。では映画のテクニックを学ぶにあたって誰を一番先に勉強するべきか、私としては圧倒的にこの成瀬みきお監督をお勧めします。特にテレビドラマの監督になりたいと考えている人には映像演出の基礎が全て学べると思いますね。5人の中で一番地味な印象を受けて知名度も低いんですけども、演出はもうキレキレですね。ぜひ興味を持って勉強してみてください。では作品紹介に行きましょう。ダメダメな男女関係だけを描いた白黒映画の傑作、5本目は浮雲です。成瀬みきお監督の最高傑作ですね。成瀬監督は監督デビューがサイレント映画の時代から1967年、これはまさに日本映画全盛期に活動した監督ということを意味していますね。これはですね、シカゴフィルムセンターというところから出版された成瀬監督の解説本です。マスターオブザジャパニーズシネマというタイトルですね。つまり日本映画の師匠という意味ですね。シカゴフィルムセンターの言ってることは正しいです。今年出版された千葉信夫さんが書いた監督成瀬みきお、非常にいい本なので勉強材料の一つだと思います。で、浮雲というのはどういう話かというと、これはズル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 といつまでも関係を切れない不倫カップルの話ですね。太平洋戦争中に南方で知り合った男と女が戦争が終わって日本に帰ってからも別れられないと。男には病気の奥さんがいるんですが、金がなくなって落ち込んで冴えない男になっちゃうんですけれども、愛人とは別れられないと。それどころかですね、女癖が悪いのだけは治らなくて、金がないくせにさらに新しい愛人作ったりします。成瀬監督の映画の特徴なんですが、男はクズしか出てきません。じゃあ女はしっかりしてるかというと、女もだらしなくてですね、戦争終わってから身を持ち崩して米兵相手の売春婦になったりしちゃうんですね。その不倫カップルをですね、2人の超名優が演じています。高峰秀子と森雅之。もし日本映画で最高の女優を1人だけあげろって言ったら、高峰秀子さんになるんじゃないでしょうか。このだらしない関係をどうしても切れない2人が最後どうなるのか、これは本当に期待を裏切りません。浮雲見て絶対損はないです。これで5本紹介しました。この5本に酔いどれ天使を加えた6本、この6本を見た人だけを対象にしたまとめ動画もこの後アップします。このまとめ動画はですね、ネタバレもありますんで、6本全部か、少なくとも前半の4本を見た方だけご覧になってください。東京アディオスもお見逃しなく。OK、 センチュー東京アディオス。